3番の佐藤が2番手の位置を狙っていく。残り600の鐘、2番の加藤先頭ですが2番手がもつれている。3番の佐藤と7番の伊藤で並走になっています。この後ろは9番の杉山が取り切る形になって、さあ間もなく残りが1周、2番の加藤の先行だ。2番手3番の佐藤、そして7番の伊藤とまだ頑張っているが、3番佐藤が2番手さばいた。後ろ9番の杉山、さあそしてこの後ろ5番の甲斐坂が上がってきて4番手並走になっている。うちには8番の石川、3番3コーナー、さあ2番の加藤が先頭だ。3番の佐藤が2番手から踏み込んでいきます。4コーナーから直線、加藤が粘っているが外から3番の佐藤が突き抜ける。後ろからは9番の杉山、杉山かゴールイン、ガッツポーズ。